ときめきメモリアルガールズサイド4、矢之助くん一途ルートを本日もプレイしていきたいと思います。前回は植物園に行ってきたところですね。で、今回でクリスマスまでは行きたいよね。てかちょっと絶妙だな、なんか残された時間が。かなり絶妙な感じですね。ちょっと絶妙だな。マジで。ここ誘ってきたんだよね。1、2、3、4。あ、24日誘ってきそうだな。ちょっと潰しとかないとダメだな。3日に。まあいいや、とりあえず。そうだね。こっちから約束しよう。あ、誕生日か。そういえばもうすぐ矢之助くんの誕生日だ。プレゼントどうしよう。うん、急いで買いに行かなきゃ。プレゼント何がいいかな。まあこれでしょう。これでプレゼントは OK。 よし、頑張って渡すぞ。ごめんね、呼び出したりして。あなたからの呼び出しならいつでも受け付けてます。どうかした？誕生日プレゼント渡したかったんだ。受け取ってもらえる？ありがとう、嬉しいです。もしかして顔に出てた？え？連絡をもらってここに来るまで少し期待してしまって。でもほら、そこは役者ですから必死に抑え込んでいたんです。大丈夫、いつもの矢之助くんだったよ。じゃあ白状する必要なかったか。改めてありがとう。どういたしまして。ねえ、開けてみて。あ、どうかな。いいです、すごく僕らしいし、あなたらしい。すごく嬉しいな。大切に使わせてもらうよ。どうもありがとう。すごく喜んでもらえたみたい。よかった。とりあえず、いっか。17に24をお誘いすれば。されても問題ないから、よし。ちょっとまさかのお誘いが24じゃなくてちょっと17だったので、ちょっと24誘えなくなっちゃうから計画変更で今日ちょっと17をブロックしよう。まず柊です。もしもし、藤谷です。嬉しい偶然だね。え？ふとあなたのことを考えていたんです。すごい偶然ですね。それでご用件は？うん、ね、12月17日に水族館に行かない？忙しい？うん、大丈夫ですよ。今埋めてしまえば予定は入りません。本当？じゃあ12月17日に羽ばたき駅で大丈夫？はい、もちろんです。楽しみですね。やった、早く12月17日が来ないかな。あ、テストか。明日から期末テストだ、頑張ろう。1位はちょっと無理だろうな。運動がな、ちょっと捨てたからな。テストの結果が貼り出されてるみたい。見に行ってみようと。
下がったし、しかも結構いい順位。しおりさん。あ、矢之助くん、どうだった？まあ、定位置です。でも、あなたを見ているともっと頑張らないとって思います。もうだけ？人を乗せるのが上手だ。わかりました。あなたの隣に立てるよう僕なりにやってみます。うん、私も頑張ろう。よし、じゃあ今日はクリスマスのおデートを約束しようかな。はい、ヒイラギです。もしもし、藤谷です。ええ、嬉しい偶然だね。え？ふと、あなたのことを考えていたんです。すごい、偶然ですね。それで、ご用件は？うん、ね、間違えた。12月24日にカラオケボックスへ歌いに行かない？ああ。忙しい？うん、大丈夫ですよ。今埋めてしまえば予定は入りません。本当？じゃあ12月24日に駅前広場で大丈夫？はい、もちろんです。楽しみですね。やった、早く12月24日が来ないかな。はい、じゃあ今日は水族館に行ってきたいと思います。メンダカも気を収めね、これで。矢之助くん、まだ来てないな。あ、よかった。あ、矢之助くん、どうしたの？あなたがいなかったらと悪い想像ばかりしてました。もうちゃんと待ってるよ。ありがとう。でもあなたの優しさに甘えるのはもうやめだ。ん？いいですよ、あなたなら。慣れとは恐ろしいね。お、好きになってきたか。え、どういうこと？派手かなと思っていた色合いが綺麗だと思えるようになった。まあ、あなた限定だと思いますが。よかった、矢之助くん、こういう服も気に入ってくれたみたい。今日はどこにします？深海コーナーに行こう。深海という響きには不思議な魅力がありますね。うん、それを確かめに行きましょう。ん？参りました。すごい、あなたの服も光ってます。そうか、今日ここに来るからその服を選んでくれたんですね。ありがとう。暗いから足元にご注意を。じゃあこれでときめき会話ですね。何回も来てるから平気だよ。そうでしたね。ではもっとわかりやすく、手をつないでいきましょう。あら、え、あら、はあ、最初からこう言えばよかった。どうしてでしょうね。あなたの前だと僕は回りくどい。そんなことないよ、私の勘違いが多くてごめんね。もっと素直に伝えるよ。どうせあなたへの好意は隠しきれない。結構素直に言ってくれてるけどね。ただ僕は役者なんで、少しカッコつけさせてくださいね。矢之助くん。ではこのまま手をつないで回りましょう。もう何回も聞かされてるけどね。私への好意すごいこと聞いちゃったかも。
あなたとの時間が終わってしまうのが寂しい。あ、思ったことが口に出てしまいました。どうしました？あなたの隣は落ち着く。この後まだ時間はありますか？うん、大丈夫だよ。よかった。じゃあもう少し一緒にいましょう。どうしました？いいですよ、好きにして。ありがとう、送ってくれて。どういたしまして。おやすみなさい。どうしました？ダメだ、気持ちが抑えられなくなる。矢之介くんに送ってもらっちゃった。あ、もうクリスマスか。今日は学校主催で開かれるクリスマスパーティー。あ、そうだ、パーティーでプレゼント交換があるんだっけ。プレゼントを買いに行こう。何を買おうかな。よっしゃ、今年は雨じゃなくてね、もうちょっと色気のあるものなんかこの間もネクタイあげてなかったっけなんかネクタイばっかりあげてるけどまあいいわ、プレゼントはこれで OK。 家に帰って準備しなきゃ。クリスマスパーティーには何を着ていこうかな。ちょっと匂わせとくか。準備 OK、 パーティー会場に行こう。浜崎学園クリスマスパーティーへようこそ。今日という日が皆さんにとって最高の思い出になりますように。メリークリスマス。メリークリスマス、マリー。素敵な聖夜になりそうだね。ミチル、メリークリスマス。今日のパーティーはマリーが主役かな。ドレスもメイクも完璧。本当？嘘つく必要がある？だってミチルに褒めてもらえるなんて嬉しすぎるから。もうマリーって本当に可愛い。完璧を通り越しちゃったらもう言葉が見つからないじゃない。嬉しいな、ドレスを着てきてよかった。さあパーティーを楽しみましょう。また後でね。うん、やっとだ。あ、矢之助くん、メリークリスマス。メリークリスマス。あなたを見つけてからここにたどり着くまで長かった。なるほど。ん？原因がわかった。なかなかたどり着けなかった理由はそのドレスとあなたですね。他の男子が行く手を阻むのもわかります。エスコートするふりをしてさらってしまっていい？え？半分冗談です。あなたを独り占めにすると後が怖いから少し空気を読みます。ではまた。うん、また後でね。プレゼント交換会の時間だ。誰のプレゼントが回ってくるのかな。もしも願いが叶うなら。ほほほほ、君にはこのプレゼントをあげよう。メリークリスマス。何が回ってきたんだろう。開けてみよう。こんなのもらってなかったっけ。違ったっけな。
綺麗だな。紫のトンボ玉がピカピカだ。しおりさん。あ、矢之助くん、見て、素敵なラッピングでしょ。聖夜に小さな奇跡が起きました。あなたを思って用意した品が本当にあなたの元へ。え、じゃあこれ矢之助くんの。ええ。あ、そのプレゼント私が。ああこんなことが起こるんですね。生徒会執行部でプレゼント交換を運営してはいますが。え、もしかして矢之助くん。いえ、そんな無粋なことはしません。こんな夜に僕たち二人に奇跡が起きた。それだけです。今ここで開けてもいい？もちろん。僕のことを考えながら選んでくれた？なって。ありがとう。大切にします。やった、バッチリ喜んでもらえたみたい。しおりさん、ここでのパーティーも最後なんですね。矢之助くんは楽しめた？はい。僕は仕事柄、いろいろなパーティーに呼んでいただけますが、今回は格別です。僕は幅学で、自分が楽しむことがいかに大切かを教えてもらいました。うん。パーティーも文化祭も、劇団も一緒です。僕はお客様にどう見られるかばかり考えて。矢之助くんは役者さんだから。ええ。お客様になったことがなかった。だからお客様の気持ちなんてわかるはずないんです。矢之助君。でも今年はパーティーの招待客として純粋に楽しみました。そうだ、ちょっとこちらへ。え、矢之助君。あれ、頭になんかつけてるのかな。ピン、そうだよね、多分あれマリーだよね。飾りきれなかったツリーのオーナメントです。今日のあなたを見た時から可愛いツリーという印象を受けました。ほら、思った通り可愛らしい。あ、ヒイラギが舞台に上がってるぞ。本当だ、サプライズで演劇か。それはちょっと恥ずかしいな。二人で。お、本当？見たい。ちょっとやりますか。あら。え？幼少の頃より共にあったこのヒイラギの飾りは私の分身。そなたを守り導く光。魂は未来永劫そなたと共に。いいぞ。恥ずかしいよ。すみません、結局お客様にはなりきれないみたいです。ちょっと恥ずかしかったけど楽しかったよ。ありがとう、僕も楽しかった。まあ、ちょっとしたこうプロポーズみたいな感じなのかしらあれは。じゃあこの流れでね、今日はクリスマス、なんだっけ、どこだっけ、あ、カラオケだね。カラオケに行ってきたいと思います。遅れちゃった。矢之助くんは、あ、もう来てる。ごめんね、待たせちゃって。はあ、よかった、何かあったわけじゃなさそうで。ごめんね。僕をこんな風に不安にさせるのはあなたくらいです。え、では行きましょう。どうしました？もう話しません。ありがとう。それ使ってくれてるんですね。あ、これだってせっかく矢之助くんがくれたから。僕と会っていない時のあなたもそれをつけてくれているって思うと不思議な気持ちです。矢之助くん喜んでくれたみたい。つけてきてよかった。
あなたの歌、僕は好きです。部屋空いてるといいけど。うん、行ってみよう。ん？僕の鼓動聞こえる？フードメニューも人気みたいですよ。何か食べる？じゃあこれでときめき会話ですね。カップル限定ラブラブメニュー？ラブラブ？ええ、構いません。僕たちがそのラブラブカップルということですね。ラブラブカップル？ええ、僕に異論はありません。矢之助くん、カップル限定ラブラブメニューだよ。ラブラブカップル限定でも僕は一向に構いませんよ。矢之助くんって意外と頑固なところあるよね。あなたとの時間が終わってしまうのが寂しい。思ったことが口に出てしまいました。どうしました？話足りない？僕もです。この後まだ時間はありますか？うん、大丈夫だよ。よかった。じゃあもう少し一緒にいましょう。ん？僕は欲張りですよ。綺麗な色。ええ、羽ばたき師は町の人を楽しませるのに余念がない。僕もちゃんとあなたを楽しませている？うん、クリスマスは2日とも矢之助くんと一緒だね。はい、嬉しいですけどちょっと怖くもありますね。飽きられないようにしないと。え？飽きたりなんてしないよ。失礼、すぐにそんなことを考えてしまう。嫌な職業病です。社長さんは大変だね。ええ、いっそのことあなたも同じ舞台に立ってくれたら、そんな風には考えてしまいます。どうです、こちら側の世界に来ませんか？え？矢之助くん、冗談だよね。ありがとう、送ってくれて。どういたしまして。おやすみなさい。どうしました？ダメだ、気持ちが抑えられなくなる。矢之助くんに送ってもらっちゃった。よし、ちょっと長いかもしれないけど、次のデート行っちゃうと年明けまでお釣りするからな。年明けまでやるか。よし、来たぞ。あ、電話、矢之助くんからだ。もしもし、藤谷です。こんにちは、柊です。今大丈夫ですか？うん、何？今度の日曜日予定はある？空いていればと思ったんですが。うん、空いてるよ。海行ってみませんか？暖かくしてね。ああ、本当は行きたいけど、ちょっと今回は用事がないんだな。水族館に行きましょう。あそこは落ち着けます。水族館はね、もうちょっとしたら行きたいんだけど、ちょっと今回はっていうと、でも限られてるな。動物園がいいかな。動物園かはせめて遊園地かな。商店街で買い物しましょう。いろいろ目移りしそうですけど。あ、ショッピングモールもあるよ。ショッピングモールならいいよ。ちょっとあのね、マジでギリギリだから頼む。臨海公園はどうでしょう？臨海公園はね、ちょっともう用事ないんだ。羽ばたき城に行きたいな。どうでしょう？城好きだね。森林公園でのんびりしませんか？あー、森林公園も行ってみたかったけど、ちょっとね、用事ないんだ今回は。遊園地を満喫しませんか？いいですね、満喫します。うん、行く。ありがとう。待ち合わせはどうしましょうか？バス停でどうかな。承知しました。誘いに応じてもらえるってこんなに嬉しいものなんですね。じゃあ
当日を楽しみにしてます。矢之助くんからのお誘い、これってデートかな。はい、じゃあ、今日は遊園地に行ってきたいと思います。こんな時に矢之助くん遅いな。何かあったのかな。ね、声かけた子が劇団羽ばたきの団員、逆にやりやすいだろう。劇団なんて下積みとか大変なんだから、デビューちらつかせて一発サイン。わお、君も劇団羽ばたき？そんなとこやめて打ち来ない？え？いいっていいってやめちゃいな。うちならレッスン料倍で即デビュー。うちの団員に何か？ん？ああ、メンズもデビュー希望？オーケー。二人まとめて面倒見ちゃう。レッスン料は3倍。私は劇団羽ばたきの座長をしています、柊木矢之助です。どうしました？一人にしてすみません。ん？まさか。で、あなたはどちらの事務所の方ですか？どうしました？僕の後ろに。うえ、嘘でしょ。もう人が悪いんだから。なぜ嘘をつく必要があるのかわからないな。ん？必ず守ります。やっべ、モノ本引き抜きなんてしましーん。はあ、すみません、僕が遅れたせいで。ううん、大丈夫。でも私が劇団羽ばたきの団員みたいになってるけど。ええ、こちらはいつでも歓迎ですよ。さあ行きましょう。みんなの期待感で満ちています。僕たちも楽しもう。さて、どこから？観覧車に乗ろうよ。その選択もありですね。行きましょう。どうしました？頼りないですか？乗り込む瞬間が僕は好きです。少し緊張するし、スキーのリフトと似ている。観覧車占いだって、知ってます？あのご案内のとこに書いてあるの、そうなのかしら。じゃあこれでときめき回路ですね。ピンク色が当たり？ピンクに乗れた二人は恋愛運向上か。もう一回並んでみますか。うん、いいよ。お、あら、観覧車黄色だったね。くじじゃないから当たり外れはないです。黄色は金運みたいだね。劇団羽ばたきの公演がうまくいきそう。うん、そうですね。ありがとう。よかったね。はい、でももう一度チャレンジしてもいい？矢之助くん、こんなに占い好きだったっけ？ちげえよ。その笑顔が見たかった。誘ってよかった。どうしました？またそんな目で見て。この後、まだ時間はありますか？うん、大丈夫だよ。よかった。じゃあ、もう少し一緒にいましょう。ん？期待してる僕がいる。ありがとう、送ってくれて。どういたしまして。おやすみなさい。ん？帰りづらいですよ。矢之助くんに送ってもらっちゃった。今年一年を振り返ってみると、あ、そうだっけ？おしゃれに力を入れてたかも。低かったからね、そうだね。
新しい一年の始まり。なんだかすがすがしい気分。あ、年賀状が届いてる。あ、風間くんからだ。デザインもそうだけど、名前の書き方もかっこいいよね。これは、矢之助くんだ。よかった、劇団もいい感じみたい。私も応援したいな。おかげさまで、劇団羽ばたきも徐々に、市民の皆様に受け入れてもらえているようです。これからも、皆様に必要と思っていただけるよう、劇団員一同、稽古に励んでまいります。お引き立てのほどよろしくお願いいたします。か、今回読めた。あ、氷室くんからだ。去年はどう思って。それだけ。まあ氷室くんらしいかな。あ、三影先生の押し花だ。高校生活の総仕上げか。うん、残りの時間大切にしないとね。これはみちるだ。うん、私も卒業してもずっと仲良くしていたいな。ヒカルからだ。あ、ミチルと私の絵が描いてある。かわいい。嬉しいな。あ、電話、誰だろう。もしもし、ヒイラギです。明けましておめでとう。おめでとう、矢之助くん。今年最初のあなたの元気な声、聞けました。矢之助くんの声も元気そうだよ。では、元気よく二人で、年神様にご挨拶に行きませんか。うん、行く。いい返事ですね。では、これから迎えに行きます。いいの？準備して待ってるね。準備、大変ですよね。時間を置いて伺いますから、ごゆっくり。すごく期待されてる気がする。さて、何を着ていこうかな。明けましておめでとう。待たせちゃったかな。ううん、大丈夫だよ。おめでとう、矢之助くん。やはり女性の着物はいいですね。気に入ってくれた？ええ、つい見とれてしまうくらいにはね。やった。しとやかさと活発さが同居して、あなたの魅力が爆発してますよ。爆発？それ褒めてる？ええ、今年一番の賛辞です。もうまだお正月だよ。そうでした。でも年末だとしても評価は変わりませんよ。よかった、すごく気に入ってくれたみたい。じゃあ出発しよう。足元気をつけてね。大盛況ですね。うん、すごい人だね。はぐれないように手をつなぎましょう。え、僕と手をつなぐのは嫌ですか？そんなことないけど。なら腕でも組みますか？え、僕と腕を組むのも嫌？そんなことないけど。どうしよう。じゃあ手で。いいでしょう。来年は腕ですね。では行きましょう。ドキドキする。来年こそ、卒業こそ腕かしら。今年は何をお願いしようかな。成績が上がりますように。その願い叶えて信じよう。あれ、なんか叶えそうな気が。あそこでも順番待ちしてるね。あ、おみくじ引いてる。なるほど。僕たちも並ぶ？うん、並ぼう。そうですね。ここまで来たら引かない選択はないね。うん。どっちの手で引こうかな。おみくじ引くまで僕と手をつなぎましょう。え、うん、ちょっと恥ずかしいな。頼むよ、ちょっと高ストレス気味だから。
さて、私の今年の運勢は。今ね、なんか今回大凶一回も引いてないなって言おうと思ったんだよ。大凶お正月からついてないな。矢之助くんどうだった？大凶です ね、 ね。大丈夫？ええ、実はよく引くんです、大凶。え、心配になるよ。大丈夫。逆に1年の悪い運を最初に出し切ったって思うことにしています。すごい、さすが矢之助くん。私だったら落ち込んじゃうよ。もう下がないわけですから、あとは上がっていくのみ。結びどころはどこかな？おみくじを結ぶところ。結ぶとどうなるの？利き手と逆で結ぶと運が吉に転じるなんて言われてるね。あ、あった。矢之助くん、少し気にしてる？この初詣の混雑もこれで最後だと思うと寂しいですね。え？あ、別に最後ではないね。浜学生としては最後というだけです。うん、ちゃんと卒業できればね。うん、なるほど。今年のあなたはそういう感じ？え、そんなつもりじゃ。いえ、悪くないですよ。そういうあなたも今年の目標が一つ増えました。僕の知らないあなたの一面を発見する。よろしく。送ってくれてありがとう。どういたしまして。慌ただしくてすみません。この後ご挨拶回りがあるんだ。そっか、大切な座長のお仕事だもんね。新バージョンのあなたなら。え？ほら、さっきの新しい感じでお願いします。もうそんなのありません。遅れちゃうよ、挨拶回り。うん、それです。では行ってきます。行ってらっしゃい、矢之助くん。高ストレスになっちまった。じゃあ、今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。